はい、こんにちは、三浦です。次に見ていただきたいのが解像感です。まあ、こういったフレネルレンズを利用したレンズの、まあ、今までにも製品化されてるんですが、まあ、コントラストがちょっとないとか、あとはなんか周辺の方の画像がどうも甘いとか、まあ、いろいろ評価はあったと思うんですが、今回この辺のところを画面の中央とそれから周辺でどのくらい、まあ、画質に差があるのか、解像感を見ていただければと思います。で、用意したのがこの絵です。ビルを円形で撮ってるんですが、今この赤い矢印のあるところの中央と、それからこの画面の端ですね、一番隅の方のここのところでどのぐらい解像感が違うのか見ていただければと思います。まず、画面の隅の左角上ですねのとこから見てみたいと思います。開放です。すでに開放で3ニッパーはまあとんでもなくよく映っています。もちろんこの線の細いところも、それからですねコントラストも非常に良好です。当然フレネルレンズを利用した今回の新しい F4、まあ、ちょっと甘いですね。でもここまで映っています。さらに絞りを上げていきます。5、6、1段絞ったところですね。で、実際はですねこの2段絞ったあたりでぐっと解像感やコントラストが上がりまして、3ニッパに近づいていきます。同じにはなりません。でもこれが画面の周辺だってことを考えるだけで驚異的だと思います。今までのフレネルレンズっていうことの持った常識からするとかなり向上していると思われます。で、さらにですね絞っていくと良くなるのかなと思うと、差にあらず、すでにもう絞りを上げていきますとちょっともうすでに甘くなっていきます。そしてこの段階でも3ニッパーまだまだ画像をキープしてるんですね。さすがこれは、まあ、お値段というか性能といいましょうか、これはもうやむを得ないところだと思います。さあ、さらに絞り値を上げていきますと、今回の PF レンズ16ではもう解像感が下がってまいります。でも3ニッパの方はごくわずか解像感が下がっただけです。で、さらに絞っていきますとぐっともうコントラストっていうか解像感はほとんどなくなります。で、32ではもうかなりボケてる状態となります。これが現実ですね。ただこのレンズで32まで絞って使うってことはほとんどないので、ここを心配する必要はないと思います。では画面の中央ではどうなのか。これが画面の中央になります。画面の中央ではさすがに当然のことながら3ニッパーピシッともうこの細かな縦の線も非常によく改造してますし、どこにも火の打ちどころがないです。さて、今度の F4 の PF レンズですね、これはまだ開放ですと中央でもさすがに3ニッパーには近くはなっていません。で、絞っていきまして1段絞ってもう1段絞ってこの8ぐらいに来たところでぐっと解像感が上がりまして、細かく見ると当然のことながら3ニッパには及ばないんですが、かなり近いところまで来ています。ですから2段ぐらい絞ると中央でもかなり3ニッパに近づくってことですね。で、さらに絞ったらどうなのか、解像感上がりません。ただまあこの辺の2段絞ったり、まあ、3段絞ったりすることによってかなり3ニッパに近い絵が出ています。で、さらに絞っていきますとさすがにちょっと無理があります。で、22、32までいくとかなり、まあ、フラットになっている状態が見て取れ